親子で楽しくピッカピカ。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。生後3ヶ月のホマレちゃんと昴生お兄ちゃんの仲良し4人家族。今回森とパパからこんな相談をいただきました。私は子供とお風呂に入るのが大好きです。で、子供と楽しくお風呂掃除ができる方法を教えてください。ママやパパのお悩みを解決するのはシャボン玉石鹸、石鹸アドバイザーの前田博明さんです。私のおすすめは自然派の洗浄剤です。自然派の洗浄剤とは合成界面活性剤を使用していない手肌や環境にも優しい洗浄剤です。これらを使って楽々ピカピカにお風呂掃除をしましょう。浴槽洗いには万能選手の洗濯用石鹸液体スノールを直接スポンジに取り泡立ててご使用ください。ツルツルやね。なるほど。あと椅子についた白い汚れとかはどうしたら綺麗になりますか？水垢や皮脂で白くなった汚れにはクエン酸の出番です。水 200ml に対してクエン酸小さじ1杯をよく溶かします。そのクエン酸水をスプレーしてキッチンペーパーなどでしばらくパックしてください。その後スポンジで軽く磨くときれいになりますよ。また残り湯を使ったつけ置き洗いの場合はお湯に酸素系漂白剤を溶かします。そこに椅子や洗面器などを30分程度つけておいて水ですすぐだけで OK です。塩素系独特のツーンとした嫌な匂いもないのでお子さんのいるご家庭でも大丈夫です。今日は、役立つ素敵な洗い方を